はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルイシです。では今回は継続の計算3パープキット、レイディオ機械戦の続きを。前回はですね、ブルネイから出航したヤマト武蔵擁するクリタ艦隊、これがレイテに突入、陸戦隊を下ろして救援するというところまでプレイしました。ただしね、その後米軍の大規模な機動部隊の前に艦隊は壊滅、なすすべなく敗戦するという状況に追い込まれてしまいましたので、ここはですね、大変申し訳ないんですがタイムリープさせていただいて、大きく作戦を見直したいと思います。まあね、ちょっと禁じ手と言われるタイムリープを何度使うんだというお叱りもちろんあると思うんですが、ゲーム実況のね、続行がかなり厳しい状況になってしまいましたので、ここはですね、皆さんどうかご容赦いただければなというふうに思っています。じゃあ作戦の内容なんですけども、まずですね、東南アジア、バンコク、シンガポール、ハノイ、含めですね、大規模に航空隊を撤収させました。で、撤収させた航空隊は、マニラ、そしてダバオ、あとペリリューに転属。これによってですね、東南アジアは、もう陸戦隊しか残っていないという状態ですね。陸戦隊を引き上げない理由というのは、敵の進行を遅らせるために基地を死守、玉砕してもらうというところにあります。で、インドネシアからも航空隊は撤退。同じくフィリピンのマニラ、ダバオ、ペリリューに転属させています。で、ウエバクからも撤退。ラバウルに航空隊を集約。さらに、太平洋の方は硫黄島とトラックに航空隊を集約しています。東京、呉、佐世保、ここもですね、航空隊大規模に引き抜いて、同じくですね、集中運用する基地に転属させています。マニラ、ダバオ、ペリリューであったり、トラック、硫黄島、ラバウルといったところですね。これによってね、少しでもレイテの戦いが優勢になるようにという思いを込めて、団長の思いですが、航空隊を東南アジアから完全撤退という状況になっています。で、大陸の方もですね、一部武漢、南京、この辺りからは航空隊を撤収させています。レイテの戦いがですね、言ってみれば制空権が0、10の中での戦いになってしまって、大敗北を喫したというところがあるので、せめて3、7、あわよくば五分五分というところに持っていかないと少し勝ち目がないかなというふうに思ってますので、ここはですね、せっかく確保した東南アジアの主要拠点、これを放棄する覚悟で、あとは陸戦隊に任せて、戦いをね、レイテの方に移していきたいと思っています。では早速時間を進めていきましょう。戦訓ですよね。反省点をしっかり反映した形でですね、なんとか戦いに勝利をしていくというところですね。ご覧のように上は直撃機ゼロという状態です。飛行場も早々に破壊されてしまいましたが、これは残り陸戦隊、これでね、できるだけ長く持ちこたえてもらうと。で、提督の決断3の仕様としてですね、補充したとしても1日に3機ずつしか補充されない。つまり、例えばですね、このラバウルに30機いる状態で50機補充するとすると、提督の決断4とかだとね、いきなり30プラス50で80機にできたりするんですけども、この提督の決断3の場合はですね、3機ずつですね。だから翌日に3機、またその翌日に3機ということで、時間をいかに稼ぐかと。それが非常に大事になってきますので、陸戦隊は引き上げずにこらえてもらうと。そういう状況です。で、小沢さんの機動部隊もですね、レイテに直行するとかなり厳しいので、ここはですね、一度マニラ方面に出て、マニラ方面で待機、味方の基地にですね、航空隊が十分に補充されるまで我慢という状況ですね。なんで、そうだな、井上さんもですね、これちょっとあまり前に出るのは厳しいので、潜水艦隊ですね、敵の索敵もちろんしたいんですが、敵の索敵はですね、もう少し後にして、この井上さんの潜水艦隊も
非常に貴重な戦力なので、早々に減らさないようにしていきたいと思います。で、今ダバオの航空隊例にご覧いただいてますけども、まあ、ここは陸軍の、ね、航空機入ってますが、飛燕であればですね、今配備が12、稼働が10で、稼働10のうち直縁を 50% にしてますので、直縁の数が5で、補充の数が38補充する予定ですという内容ですね。なんとかこれでね、少しでも持たせるというのを考えています。同じくマニラの方も大規模に航空隊補充してます。これ時間がね本当に重要なので、敵の艦隊がやってきたとしてもですね、航空隊は出撃せずに十分に数が揃うまで我慢というのを考えています。ではまた時間を進めていきます。ブルネイからレイテに向かっている第2、第3、第4の戦艦艦隊ですね。これが敵の潜水艦隊発見してます。ただ、砲撃のね、レンジ内に入ってきてませんので、ここは無視します。まずはレイテに、航空隊、陸戦隊をしっかりね、下ろすというのを優先して、こちらから追撃はかけません。あくまでも敵が寄ってきた時にですね、雷撃戦を挑むと。追撃して、レイテに入るのが遅れるということは避けたいなと思ってます。ではちょっとダバオの方の航空隊見てみましょうか。航空隊の数74、さっきから6機、追加で配備されてますね。稼働数が14になって直縁の数が7、これがね全機配備されれば米軍の機動部隊と戦える。ベリルも同じですね。航空隊の数十分にね、補充していければなというところですね。少し数がね、厳しいかなというところはありますが。で、マニラの方もご覧いただくと、マニラの方はだいぶ数増えてきてるね。冷戦の52型、石切港。で、これに加えて、ご覧のように、陸軍の部隊もどんどん入ってくると。いう状態です。では時間を進めていきます。第6航空艦隊、これは小沢さんの艦隊ですね。ここもですね、無理に戦力をすり減らすということはせずにですね、このまま一度マニラに入れます。で、代わってラバウルの方を見ておくとですね、ラバウルの方にはですね、航空隊、ご覧のような状態ですね。ここも補充を大規模にかけてます。ラバウルの陥落は絶対に避けたいというところからですね、冷戦の52型意識の立候月光、このあたりを大増強かけてますので、これが入ってくれば少しは戦えるかなというふうに思ってます。で、敵の艦隊まだ発見できていませんが、おそらくですね、もうすでに、サイパン、グアム出航して、こちらの方に向かってきていると思いますので、まずは第2、第3、第4この艦隊をレイテに入れて、陸戦隊の補給、これを行ってですね、しばらく湾内に待機、マニラ、ダバオの航空隊がですね、十分に揃ったら一斉に反撃に出たいと思います。で、小沢艦隊はですね、このままマニラに入れます。マニラ航空隊ですね。これもね、ちょっと空撃仕掛けていきたいなという思いはあるんですが、この潜水艦隊ですね。ここはあえてですね、ここには向かわずに耐えるというふうにしていきます。まあ、敵に攻撃のね、機会を与えるというのは微妙ではあるんですけどね。ここで味方にダメージが出るぐらいであれば、ここは我慢しましょう。ダバオの航空隊も待機。今はひたすらに待機です。そしてレイテに敵航空隊。いよいよ敵の機動部隊がやってきましたね。まずは第1波38機。耐えてもらうしかない。
もう少し遅かったらなーっていう思いがあるんですけどね。で、第3の戦艦部隊、これ敵の潜水艦隊と隣接してる状態なので、これは通りすがりに砲撃していきます。通りすがりです。まあ、1機でも2機でもね、1隻でも2隻でも減らせればというところですね。味方の損害はゼロ、敵の方は1隻撃沈、1隻これは中大破という状態ですね。まあ、この調子で少しずつ数を通りすがりに減らしていく、あえて追わないというところだけね、徹底しましょう。味方の駆逐艦1隻が中大破、敵の潜水艦3機撃沈。ここまではね、まあ、それなりの成果が出ているのかなというところですね。では、時間を進めていきます。再びレイテに敵の空襲です。まあ、すでにレイテはね、そもそも飛行場を持っていないので、まあ、恐れることはないんですが、守備隊、陸戦隊がすり減らされていくという状況なので、ここはですね、確実に補充をしてあげるというところですね。第2、第3、第4艦隊の持っているその陸戦隊をしっかり下ろしてあげるというところです。もうすぐね、艦隊レイテに入りますので、レイテに入ったら下ろして、しばらくは待機、敵の艦隊を発見しても待機、十分に引きつけて味方のね、航空隊の補充が一定数まで達したらね、攻撃に変えましょう。なのでちょっと第7艦隊、これ潜水艦隊ですね、少し前に出ちゃってるので下げましょう。一度南下、マニラとダバオだとどっちの方がより戦力があるかというと、マニラの方が航空機の補充をいっぱいしているので、マニラの方に一旦釣り上げましょうか。これで敵の目を欺く。潜水艦隊もね、貴重な戦力として使ってはいきたいので、無駄に失わないように気をつけましょう。さあ、レイテの方には航空機139機、相当な数が来てるよな。守備隊もだいぶ削られましたね。急いで補充してあげないと危険だな。潜水艦隊の方には航空機殺到されるな。ここはですね、先行させて逃げ切りを図りましょう。まずは早いな。潜水して逃げ切りましょう。第二戦艦艦隊が敵を攻撃できる状態なので、砲撃して潜水艦の数を減らしておきます。あと少し表示速度が速いかなと思うので、ここをね、遅くしておきましょう。一隻撃沈、六隻ほど中大破という状態ですね。これで敵の潜水艦隊を完全に仕留めてしまえれば、まあ一つの脅威を取り除くことができるという状況なので、残り3と。ただ味方の方も駆逐艦一隻失ってますね。環境設定で表示速度遅いにします。第6航空艦隊、これもね、小沢さんの艦隊ですが、マニラに入るのを優先します。ペリリューの基地航空隊ね、これはもう待機。先にどうだろう、日本軍の守備隊が陥落するのが早そうだな。ペリリューからも
これは撤退させた方がいいかもしれませんね。この47 47 47 29 7っていうね、それぞれの補充機数出てると思うんですけど、これの補充が終わるまでに持たない気がしますね。残念ながらペリリューからも撤退しましょう。まあ無駄に戦力を失うぐらいであれば、ここはもう撤退を選ぶと、そういうもう本当に思い切った作戦をね展開していかないと、ここは勝利はないと。航空機全機撤退、代わりに他のね、まだまだこらえられるぞっていうところで戦いましょうか。そうだとどうだろうね、タウイタウイとかだと飛行場が1か、できればねもう少し規模の大きいところで戦いたいなというのがあるので、例えば台湾、ここ飛行場規模ありますよね、それなりに。でこの後台湾の航空隊を補充して、この辺りで艦隊戦に持ち込むことができれば、あるいは台湾の航空隊が生きてくるということにもなるかなと思うので、台湾の方に航空隊を補充しましょう。もうだいぶ引き抜いたおかげでね、それなりに航空機の数は用意できているというのはあるんで、守るところでしっかりこらえるっていうね、そういう戦い方をしていかなきゃいけないかなというふうに思ってます。まあでもやっぱり数少ないよな、戦闘機、爆撃機、まあ、爆撃機の数がね本当は喉から手が出るほど欲しいところではあるので、この後の生産計画はね、爆撃機の数、そして雷撃機の数をね増やしていこうかなというふうに思います。では各艦隊入りましたので、まず第6艦隊、ここの補充と第2第3第4艦隊から陸戦隊を下ろしておきたいと思います。はい。で、あとですね、新しく新設している第10艦隊ですね。豊田さん自ら指揮を取っている第10艦隊。これも今マニラに向けて航行中です。まあ、敵艦隊と遭遇したとしてもね、戦わずにマニラに一度入れると。マニラに先に入るというのを第優先にしています。で、第2艦隊ですね。ここから陸戦隊を全部下ろします。戦車も下ろします。なんとか、レイテがね、持ちこたえられるようにと、こういう一点にかけてですね、ここは、ブルネイから運んできた陸戦隊を下ろしていきます。これは同じですね。第4艦隊も同じく下ろしていきます。下ろした陸戦隊で耐えてもらってる間にですね、航空機をマニラとダバオに入れて反撃の機会を待つ。で、第4艦隊がね、もう次のターンでおそらくレイテに入れると思いますので、レイテに入ってもらって持ちこたえるというところですね。第7艦隊、これ潜水艦隊ですが、ここは潜水状態にありますので、敵の艦隊をできるだけ那覇方面に、あるいは台湾方面に釣り出すと。ただここで敵の駆逐艦空母6隻、アメリカ軍の第9艦隊は空母6隻ですね、まあ、護衛空母、特設空母もちろん入ってるんでしょうけど、それにしても厳しいですね。第7艦隊壊滅このまま座して待つのはどうにもというのもありますので、ここは一度グレに戻しましょう。よくここまで我慢してくれたと。
というところかなと思います。でマニラに入った第6艦隊ですね、ここ一応ですね石油物資補充だけして洋上待機に切り替えます。いつでも敵と交戦できるように洋上待機、ただ少し後方っていうね、いう形にしていきましょう。隙あらばいつでも戦う。では時間を進めていきます。アメリカ軍の第10艦隊、これ潜水艦隊ですね。ここまで打ち減らしてきていた潜水艦隊ですが、2まで減らしました。まあ、もうほぼ戦力として見る必要はなくなってきたかなというところまで来てますね。はい。では、第4艦隊からもですね、陸戦隊を下ろします。これで、だいぶ、レイテの方もね、失った戦力の補充ができたんじゃないかなと思います。で、レイテの方はですね、一応、要塞化も進めているので、まあ今プラス46と出てますけども、しっかりね、レイテを守る、レイテで迎え撃つ。この戦いが帝国の後輩、決するという覚悟でね、プレイの方を続けていきましょう。で一応ですね、レイテの方に第2、第3、第4、ブルネイから出港した戦艦艦隊、3個艦隊全部入りました。が、敵艦隊、特に空母の位置が全くつかめてない状態なので、ここはですね、湾内待機させます。で、ダバオ、マニラの航空機の補充状況ですね。で一応ご覧のようにですね、当初稼働10だったものが、まあ今、飛燕を例にとってお話しますが、稼働26まで増えてます。で、同じくですね、マニラの方も見ておきましょう。マニラの方も、だいぶ航空機補充進んでます。冷戦もね、稼働24まで増えていて、ご覧のように、陸軍の航空機も補充が進んでいる状態です。どうなんだろうな、これ直縁 50% にしてますけど、直縁減らしてもいいかなっていう気しますね。マニラ、ダボーに関しては。あとは、タカオ。ここの航空機もね、今、一気に増やしてますので、ここでね、なんとか、迎え撃つ、というところになろうかと思います。まあ、水星も増やして、天山も増やしてっていうね。さらに、陸軍の航空機も増やしている。まあ、そういう状況です。では、時間を進めていきます。第7艦隊に、デッキ。まあ、これ潜水艦隊ですね。なんとか逃げ切ってほしいなというところですけど、第9艦隊近くにいるのにまだ発見できてないからだ。敵の艦隊の位置をつかまないと、どうにも反撃の機会やってきませんからね。なんとか敵の位置をね、正確につかみたい。ここで第7艦隊、井上さんの艦隊が壊滅。まずは敵の位置をしっかり、確認したいところですけど、レイテの要サイドが一気に削られましたね。敵がどこを狙ってくるかというのももちろんありますけど、要サイドがついにゼロになった。これで守備隊が危ないな。問題は敵の艦隊がどこにいるか。敵の艦隊を発見しないまま、戦艦艦隊を出すのは、ちょっと厳しいよな。おっと、敵の位置発見したか？これは。敵艦隊発見。一旦攻撃中止しましょう。まだ攻撃は早い。ここに発見した敵の艦隊。数45。間違いなく空母がいるはずですね。よし、ここは出港しましょう。戦艦、大和武蔵、はじめ。三個艦隊、出撃させます。ついに、この時が来た。ここまで、なんとかね、耐えてきましたからね。では、第2、第3、第4艦隊出撃。さらに、マニラ、ダバオの航空隊も、いよいよ攻撃を開始していきましょう。敵の艦隊を仕留める。もちろん、空撃。45の艦隊ですね。全機、出撃。80機規模。
今まででは考えられない規模ですね。本当はね、100機ぐらいまで我慢したいんですけど、いや、ここ本当悩ましいな。80機の航空機で攻撃をかけるか、もう少し我慢して耐えるか。ちょっとここは考えましょうか。一旦攻撃を中止して、次のダバオの航空隊の攻撃から、まだ補充が十分ではないものの、80機前後で敵艦隊に攻撃を仕掛けるべきか否かというのは少し考えさせてください。で、攻撃仕掛ける場合には、ダバオの航空隊の攻撃から。攻撃仕掛けない場合は、我慢して100機前後になるまで、航空隊は待機という形にしたいと思います。ぜひ皆さんもですね、アードコーだとおっしゃっていただければ嬉しいなと思いますので、アドバイスね、いただければと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。